なんだその目は。挑発的な目は。どうした？リスナーさんの言う通りか？さっき俺の膝の上に座って今だけって本当にさっきだけ？リスナーの言うことがほとんど当たっていくよ。何その挑発的な目は。不満そうな顔。もう効果切れた？何睨んでるの？何？俺がバカやったり大食いしたり歩いたりね、人助けしたりいろんな人面倒見たりして、恩着せがましい、ね、重たい。じゃあお前がつけるこれね、お前がつければじゃあ。そんなに簡単に外せるものなんだね。逆切れですよ。あんだけ欲しがってたネックレス簡単に外して、だってつけるためにさ言われるんだもん。保険証リスナーの意見を聞こうよ。じゃあ言い分言おうよ。見せれない何かがあるって思うよ。ないっつうの。ないなら見せたらいいじゃん。嫌がっての個人情報前に。すごい変わりようだよ。重すぎって婚約したんだよ。婚約ネックレスなんだよ。ある程度重くなるのって当たり前じゃない。そのプレゼントじゃないよ。保険証っていうか、あの口頭でもいいけど、もう捨てに行こうかな。1ヶ月前です。マユを同居人さんの家に送る途中に車から出てきた元嫁の結婚指輪、もういらないって言ってマユが窓から投げ捨てました。このネックレスもそうやって終わるのかな。なくなる本当に。いや俺がね保険証見せてじゃなくて、みんなが不審がってるの。だからジロワンがさ買ってあげたいって言ったよね。なんかそれで買ってもらってさ、急に攻撃してきてもなんか疲れる。なんか攻撃じゃなくて、今素直になってるから帰って共有してないし、ね、何を望むってなったら保険証見せ。いいよもう。めんどくさい。じゃあ、まゆは婚約しても身分証も見せないみたいです。教えてたかもしれない。そう思うよ。
翻訳はちょっと早い気がする。俺ってなんかすぐ好きになると結婚とか したくてバカみたいに結婚しようとかちょっと子供っぽいとこがあって、冷静に考えた時に客観的に見た時に何してんだろう35にもなってと思っちゃった。どこ行くの？どこ行くの？もうやめよう、そのパターン。わかった。ごめんね。もうしんどいよ、それ。まゆ？またこのくだりだよ。まゆ？婚約解消しない。ま、ごめんね。婚約解消しない。つけてほしい。ごめんね。タイトル変えてくる。ごめんね、変えるから。うん。ちょっとほんと、ごめんね。追いつけるよ。ねえ、ねえ。ねえ。ごめんね。わかった。怒んないで。ごめんね。てるのか、だからいいってどうするの？めんどくさ。ごめんね。つけてよ。言わないじゃん、もう。ごめんね、俺が約束してたこと一日にする。でもすごい嫌になった、重みがあって、うん、すごい暗くなる、うん、それ見るたびにその重み連想させる。いや、もう言わない、うん、本当だよ。好きで買ったからつけて。せっかくつけたかったのに、うん、すごい嫌な感じに見えてきた、うん、好きで買ったからつけてくれる？60万もしたし。してほしい。じゃあ意見変える。俺が信用してるから気にしなくていい。信じてる。うん、大丈夫だから。ごめんね。